どうもこんにちは。こんにちは。いや今日はチャンピオンズカップで第3弾ということで、もう中京の8レースかね。8レースと9レースと10レースの実戦をしていきたいと思います。この番組では、競馬を通じて競馬の見どころや面白さっていうものを伝えていきたいと思ってますし、事前にアップした馬券で感動、興奮、震え、これを共有していきたいと考えております。そうですね。なので、今日もね、なんとか爆発させてね、ぶっ飛んだ馬券取っていきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。当然ツイッターもやっておりますので、一応やってます。パイセンの帯とか一緒に感極まりたい人はどうぞフォローの方よろしくお願いします。じゃあ、今日はね、中京8レースと9レースなんで、まあ、その予想とか馬券とかそういったところを紹介していきたいと思っております。はい、じゃあ次中京8、早速なんですけど馬券のね紹介していきたいと思います。予想と中京8、芝 2200m です。パイセンどうですか？もう乗り換わりの福永とも 2200m ともステイゴールもこれしかないでしょうっていうので、もうあと川又さんが乗り換わりでこれで はめさせてください。おなかなか行きました。これ来なかったらもう金貸さなあかんすか？あの中の人から借金します。私不本意ですか？第2部圧勝しましたので、中の人金やっていきたいと思います。で私は、ヘブンリーデイズから、本命にしました。まあ理由は特にありません。まあ2列目にパイセン一押しのシェアザモーメント、そしてもう一つはシャイニーピース。これね結構人気薄なんですよ。武帽子郎級者で、なんか秋山ジョッキーなんでちょっと人気が薄いかもしれないけど、この距離やったら意外と買えるんじゃないかなということで、この馬を、2列目に置きました。まさかこれですか？これです。じゃあ実践してみましょうか。ちょっとね、もう3着には来てくれ。中京も8レースまで来てるの疲れてきた。まあ今日吉祥期なんで、吉祥期ですから、ね、昨日は私ゴルフでした。コンパ行ってたんです。おー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 おおおおおおなんとかワールド、アドベンチャーワールド、デートで、デートで。さあさあさあ、どうぞ僕だな、頼むぞ川瀬さん。この中だったら福岡本当あるんだね。ジョッキーの格としては上ですよ。え、めっちゃいいスタートじゃん、普通だ。めっちゃいいスタート。僕の本命馬が石坂風さん、めっちゃいいじゃん。手遅れた。めっちゃいいじゃん。で、これ、どんどん落ちてくる。めっちゃいいじゃん。クレがめっちゃ、やった感あるんだよ、これ。やったった感ありますね、これ。10番はいいんじゃないですか。やっぱ10番が、ここにおるんだ。そこですか。何をやってんだよ。何をやってんだかもう10番の前行くから勝ったのに特にありませんとかって言ったけど、10番間違いないサーリーとオーニオンの9番や。9番や。9番3番でおるやん。おっ、オッケーオッケーオッケー。絶好や。10段階に見間違えてた。黄色方やから。大宮さん今度来たら、男の大事なとこ取れる。スターリバー買ってると勘違いしてたけど、危ない。9番や、オッケー。仕切り直しや、これは。そのまま17来てくれ、頭で。あー、誰かブレイクした。ブレイキンかよ。4番エスコピオン、園田から来た。さっきダノンハーレーで負けた園田君。ああいうのやめてほしいな、ほんま。あ、早くしたか。
こう前おるんやからゆっくりさせてよ。あ、うまく興奮するスタミナがね。自分がぶち抜けたんだよ、これあるよ、ありますよ。9番も打ち出すためてる。俺がどっちが17番だ、あれ外っすね。え、外中、中が中で、あれ、あれじゃない、17番来た、ぶち抜けてくれ。福永、福永、頼む、いくー、一点ぶち抜けてくれ。川瀬さん、川瀬さん、足はあるから。あー、頼む。ヒューヘブンリーデイズ来たぞ。ヘブンリーデイズ来ましたけど、2列目シャイニーピースとシェアザモーメント来えへんかったんで、お疲れした。はい、中級キューです。キューです。パイセンから予想どうぞ。今度こそ福永。ああ。で、荒れたらいいな、小牧もちゃんと言えますか。なるほど。オリエンタルポリス。素晴らしい。こんなん来たらやばいんちゃいます。私はさっき、あの、軸、まあ、本命は当たったんですけども、相手ミスっていうのをちょっと避けるために、ちょっと、ゴリゴリの1番人気を、2番手。OK。これ、小崎来たらどうしよう、これ。こんな感じです、マルチ。まあ、当たっても30万ぐらいですかね、よくて。あー。どこおるんやろ。まだ何も見てへんけど、どこに何がおるかよく分からへん。そう黄色が、黄色号どこ行った。オッケー。どこおるか分からへん、里のマックスも。あれ ?14 番どこに。ええ、マジで10も5もおらへんっちゃう、これ。もしかしたらピンク、ピンクっぽいっすね、あれっすね、あの後ろ。あ、でもいいね、前の方。え、こんなところあんの。里のマックス何番。里のマックス5番なんですけど、いなかったっすね、落馬。そんなことないよな。14番来て、今度こそ福永ぶち抜けてくれ。あれか、14番、15番だった。14番、そこか。いいよいいよ、10番めっちゃ行きっぷり。14番来て、お、来た来た来た、よしよし、10番10番持ってこい、持ってこい、よし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 、来てる来てる来てる。あと5番は、5番どこ行った。ダメだ。え、5番は、え、14番さ、5番は、え、5番は、あれ、5番は、5番どれ。今黄色が5番じゃないですか。ドライン来たで、頭で、何が来た。うちが6番か5番だったら黄色だったけど。え、サトノマックス飛んだ、まさかトライン取って。俺わかん、わからん、何が来たん。10と10が頭来た。なんかサトノマックスなんていう言葉一言もなかったけど。あのうちはあれ何、あの黄色ソロプレーズ。サトノマックスって言ってるよ、今3着で。あの、うちのやつだね、サンちゃん。え、ちょっと待って、待って、待って。で、あれじゃない、あの黄色じゃない。うわ、上がり33秒の足信じて勝って、それで多分差し切ってくれたんに。これじゃないの、それ。ちゃうやん、あれやん、サトノマックス外やん、5着や。うわ、じゃあ中京10レースでもうラストですね、3部目ラストですと。チャンピオンズカップ前の大勝負ということで、パイセンもどれだけお金かけてやりました。もう今4プラス4万円借金してもう、あの、明日すぐ返すんで。そんな感じですね。私からもう3度目の福永以上。おお、私、あの、ちょっと筋肉ムキムキな人がなんかラベンダーバレーが仕上がっとるっていうことが連呼してたんで、ちょっと頭固定で3連単いっぱい買いました。私の本命はエンゲルヘンなんですけど、まあ、エンゲルヘン2着3着ぐらいでかなって感じですね。スタートしましたね。さあ
どうでしょう、ラベンダーバレーさん仕上がってんねやろラベンダーバレー。 OK、 エンゲルヘン参った。よっしゃ、あっこから33秒出せるんやろ。いやね、僕らもいねえじゃん。ラベンダーバレー、お前突っ込まれてんぞ。最内にいるじゃん、最内にいるぞ、福永。ラベンダーバレー、ラベンダーバレー包まれんなよ、マジで。福永さん、OK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 、ちょっと早いな、6番沈まへんかな、これちょっと怖くなってきた。あれ、福永は、あーそっか、うちにいるけどよくわからんのか、出れるのか。福永さん、福永さん、モレイラさん、どう。おーおお、来た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 、これはあるやろ、もらったやろ。じゃあ、モレイラさせ、よっしゃ、さしてくれ、ラベンダーバレー、突き抜けろ、頼む、させてくれ。あかん、6番のパスだ、させて、させて、させ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 、どうなる、どうなる、どうなる、よし。あ、7番来た ?96 っす。96何よし、3連単取った。500円、3連単。またまた、これ7、3着じゃなかった。しゃしゃしゃ、967取ったやろ。え、7めっちゃ、え、7だったよね。7、おい、なんでこんなとこに副賞じゃないんだ。最悪だ。よっしゃ、7と9にしたらよかった。967、オッケー、さすがマッチョの男、頼りになるマッチョ男、これは嬉しいな。え、7でしょ、外していい、これ7、7じゃなかった、7でしょ、3着、2着でもいいけどね、7、7、2着の方がでかいから。あ、見ちゃうかな。967、迷ったのに戸崎にした俺が。取りましたよ、戸崎さん。967、荒らした、荒らした。ここで副賞じゃない、僕はもう最悪。よっしゃ、これ結構でかいんじゃない。いやまあまあ、一番人気飛びましたけどね。いや3部これで一応全めっちゃ当たってる、全部当たってますね、今日1部、2部、3部と全部当たってきてますんで、あのチャンピオンズカップに向けてなんとか弾みをつけていきたいと思います。あらした、これなんでだな、じゃないんだ。お疲れ様でした。